それではグラブフードの説明をします。まず最初に自分のいる場所を設定していきます。ホテルだったらホテルの名前を入れます。次に食べたいものを検索します。今日はカレーで検索してみます。ではケンちゃんカレー KLCC 店でオーダーをしてみたいと思います。まず商品を絵を見て選びます。でクリックしてカートに入れます。カートに2つ入りました。下の方に金額が54リンギと書いてあります。3つ買ってみようかなと思ったんですけど、1つやめたいときは、ゼロにしてリムーブします。そうすると消えます。で、初めて使うときはないと思うんですけど、何度か使っているとオフのところがあるので、オファーのところを押すと割引が、今回は2リンギですね、適用されたというふうに記載があります。なので、合計がデリバリー料金も含めて39リンギとなっています。それで、オーダーというところを押すと、今作ってますっていうふうになっています。最後に道順が出て、着いたら受け取るだけです。最後に注文する前に先にトップアップをしてほしい支払い方法です。まず名バンクとかの銀行で、銀行から、金額を入れるか、ご自身のお持ちのクレジットカードで情報を入れるかという、おそらく使えるのは2点になるかと思います。このトップアップが金額が余っても、近所のパン屋さんや薬局、コンビニでの支払いで使えるので安心してください。それではマレーシアへの到着、楽しみにお待ちしております。さようなら。最後にモントキアラの近くのスーパーの日本食があるコーナーを少しビデオに載せておきたいと思います。それでは今度こそさようなら。